はい、それじゃあ釣り切りを取っていきましょうね。正規ルートはこっちみたいだけれども、とりあえずはこのアイテムで、ワラスボ。なぜか小笠原近海で取れるワラスボ、珍味として手に取る必要かな。なんかワラスボうまいらしいけどね、食ったことないわね。おっとワラスボ来た、5体目。アーバーキル。お、小笠原オオガメ。あ、いけたわ。布が手に入るのか。お、来た。6体目。本当にこれどこ歩いたかわかんないのよね。いや、マップ意外と狭かったね。よし、じゃあ先進むか。おう、7匹目。ふぅ、多分この海中をあれだな、海中を全部歩けばワラスボも手に入るな。うぅワラスボー、これで8体目じゃ。ふぅ、てかクリオネが早いんだよね。ゲージたまんの。ワラスーボー、9匹目だ。もういったな、あとはこっちだな。お、登れる。うわ、登れたけど意味はなかったが。
きます。うぅ、怪しい薬。おう、では出撃します。撃破。うぅ、では出撃します。よーいしょ、行きます。うぅ、やっほい、武器レベル上がったぜ。では出撃します。行きます。うぅ、で今ワラスボは10体だな。あと2体、割とすぐ手に入りそうだね。あ、もう手に入っちゃうよ。では出撃します。行きます。行きます。でも海中を散策したいわね、まだもうちょい。行きます。まだ海中を散策したいわ。戦闘は問題なさそうだから、とりあえずダンジョンを舐め回したいのよね。よし、これでもう、これでもう揃っちゃうわ。ふぅ、はい、揃ったね。ワラスボ12匹。とったのほらね、まだ先続いてるでしょ。疲れようが。行きます。やっぱ余剰はあるのね。まだ散策したい。まだダンジョンを散策したい。うん。別に余ったらもうもらっていいんじゃないの？多分この辺が最深部なのかな。とと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 、うん、まだ先がありそうじゃの。では
とりあえずまだ先はありそうだな。ワラスボいっぱいおるやん。とりあえずこの辺から来まして、ほんで、まあでもここのこの海中の敵オブジェクト全部勝たせば、あの武器レベルもそれなりに上がるんじゃないかしら。あんまり強くないね、カメも。まだこの先も続いているのかどうか。続いているんだ。ちょっとめんどくさいな。ダンジョン舐め回したいっていうのはそういう欲はあったけど、ちょっとめんどくさくなった。ちょっと先に進もう。リレミト、ふんふん、あ、ウェスバー14引き取ってきてくれたよね。どうかの少年に依頼品のワラスを12匹渡した。いやー、一流はどうなるかと思ったけど、これでペットの依頼品届けられるよ。ほんまにありがとう。なんか不思議そうな顔してるけど、なしたの？なんでもないですよ。でも、靴底が抜けただけって正直に話してくださいね。I'm sorry, オブチソーリー。それじゃあ、あの、保証終わりまして渡すから、このことは黙っててね。魚取りの報酬として、15,000円、ゲットだぜ、ワイルドだろ。赤いレンの日がまだいそうだよ。ムーランルージュ、まあムーランルージュにしとこう。ほんで、ムーランルージュ、で今20,000円か。敵全体にそのチェーンソーをぶちかまします。サブソーは敵単体に2回ダメージ、微調整を下げます。敵全体にチェーンソーをぶちかまします。フットバルカンとどっちが強いんや。よし、それじゃあちょっとどうしましょうかね。とりあえず強化できるだけ強化しましょうかね。あ、結構売れるね、ワラスを。装備の強化。使い古した甲冑と布がいる。お、鋼鉄圧延板。こっちはゴムシートがあって。うん、ゴムシート3個と、こう、ゴムシート3個と、あれ買おう。ゴムシート3個と、これ2個。んで、これ1個買っとこう。
ほんで、よいしょ、はい。やっぱりか。オッケー。ほんで、パワーグローブ。よいしょ。うん。使い古したカッチューが結構いるのね。でもレベル15あたりでなんか、どうしようかな、もう一個ずつぐらいこうとこうかな。2400円。あ、ゴムシートがいる。しかもどっちか1個しかできねえな。じゃあパワーグローブにしよっか。ゴムシート。グローブ強化しましょう。これで OK。うんうんうん、さて、よし、うん、ジジイのふんどしは売れんのか。虫暮らし、うん、はあ、やっぱアマゾンよりこっちで買った方が良かったかもね。これから必要になるのはこっちだ。この回復カプセル。オメガや。オメガじゃねえ。これ、オームだ。アルファ、ベータ、ガンマ、パイ、オームだ。よし。ほんじゃあ、本ちゃんに行きましょうかね。この依頼は解決済みだね。森の番人、グリーンバブーン。よし、ほんじゃあ行くべか。よし、ジャンゴー。対戦者時代に注意。足元に注意すること。ほいほい。Welcome to the jungle! かまいたちか、張り合いがない。シャナナ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 ナニー !Yes! ウーウーカラテマンキー。お、一人だけエロいやつがいるわ。おお、治ってる。もか。うぅ、うぅ、あ、これだな。地雷は。目が光る人もろすぎない？
か。おお、習得する魔法バリアってなんじゃ。魔法を大幅に上げるか。ほいほい。おっと、多分どっかが一周して回ってくるわけでもなさそう。やっぱ戻ってくるかな。ん？ロボット目覚ましに真田丸陰性の妖精。初見のやつが来たぜ。怪しい基盤。まあ戦闘中のみの状態以上だからね。女子レスラー電流輸出です。とりあえず修理キット。オッケー。なんか向こうにレアアイテムがあるね。レアアイテムというか鉄の宝箱があるね。まあ通常攻撃でいけるとはいえ、これカプセルアルラウネ。アックスキック。敵にかかと落としをぶち込みます。ゴムゴムのオーナー。うん。あ、地雷があるわ。あ、ここ戻ってきたわね。かまいたち、張り合いのない。カー3体。しかしカーでけえな。
お？ムカデゴン、目が光る人か。正規ルートはこっちか。なんかいつの間にやら減ってるね。おっと、向こうにはどうやって行くんだ。向こうにはどうやって行くのじゃ。こちらの道にはどのようにして行くのじゃ。なんという次が、はあはあ、こっちが密林を抜ける道かな。あんまりカートは戦いたくはないけどね。とりあえずあの密林を抜ける道はアコカシだね。ジャンゴー、おや、違うのか。
う。レベル上がった。パラメーター振り上げ11。よし、お、カニもいるのか。とりあえず早いとこジャングルを抜けねばな。お、あるラウネ。今気づいた。頭にバクバク糖が乗っとんのや。まだ出口ではないのかい？まだ二手に分かれているのかい？このダンジョンこのダンジョン続きそうだね。ルールもやっちゃおう。
まだルート分岐ある？それジャングルって迷いやすいもんな、そりゃ。まあある意味そこはリアルなのかもしれん。あ、宝箱がある。修理キットの携帯バッテリーは、おい。なんで冷却水漏れるんだろうな。うい、うわ、女子レスラーや。よいしょ。うぅ、これが上ルートか。なんでこのマクワウリってやつはそんな素早いんだ。多分上行った方が正規ルートなんだろうけど。なかなかジャングルから出られんぞ。下ルートもあるの？うわぁ、出らんねえな。とりあえず、わお！とりあえずどの道がどことつながってるかっていうのはちゃんと見たいわね。なんだ、またそのパターン。1100。あ、この宝箱はどう取るんじゃ。
ほうほうほう。向こうに行くのね。うっと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 。うぅ、うぅ、よいしょ。おー、レベル上がった。あー、なるほど。シュリキッド、あんまり大したやつじゃなかった。お、女子レスラーだー。うぅ、あ、これ来た道かな。もうめんどくせ。うお、ちょっと今はあれだ、もう、うお、もうあんたたちに付き合ってる暇なんかない。ちょっと動画時間も動画時間やから、わお、うえい、お前戦ったろ。なんじゃ？ちょっとこれはどうなんだろう。なんか BGM も違うし。はい、ということでね、ちょっと時間が長いので今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、バルリオス、次回続きます。ご視聴ありがとうございました。また見てね。